東京の品川区で住宅火事により母親と3人の子供が死亡しているのが見つかった事件について捜査関係者が調べた結果、母親と次女は失血死、長女と長男は一酸化炭素中毒で死亡したとみられました。現場検証の結果、火元は1階の寝室に隣接するリビングとみられ、衣類やタオルが燃えたということです。また母親と次女には刃物による傷もあり、警視庁は煙を吸って入院している父親の回復を待って事情を聞く方針です。住宅の玄関や窓は全て施錠されていたということで、詳しい経緯を調べることにしています。警視庁は遺体を詳しく調べた結果、冬美さんと次女のれいちゃんは失血死、長女のすずさんと長男のしんちゃんは一酸化炭素中毒でそれぞれ死亡したとみられ、冬美さんとれいちゃんが刃物で殺害された後に火をつけられた疑いがあることが分かりました。